皆さんこんにちは。今回はこのガソリンタンクのカスタムペイントです。画像は前回の使い回しなんですけども、同じように、パテ処理をしていきます。そしてパテ処理を含めた下地処理が終わったらベースカラーを塗っていきます。今回は、ベースカラーはシルバーメタリックです。今回のデザインなんですけども、お客様がアポロ11号のをイメージしたデザインにしてほしいっていうことだったので、そんなイメージで考えながら塗っていきたいと思います。はい、画像が一気に飛びましたが、ベースカラーが終わって、ホワイトの2本ラインが入ってます。でその上に今、これゴールドを吹き付けているところなんですけど、これはハーレーダビッドソンって文字の縁取りの色になります。前回のガソリンタンクの時もそうだったんですけど、縁取りの色を先に仕上げてます。そして保護のために薄くクリアを塗ってます。はい、そして、ゴールドとクリアを塗ったところをまたペーパーで軽く磨いて、ちょっとこう白っぽく見えてるかと思うんですけども、ペーパーで磨いて次の色を塗るための下地処理をもうすでにしてあります。で一旦これはゴールドの縁取りの部分のマスキングを剥がして、次に中の文字を入れる部分のマスキングを貼る準備をしているところです。はい、次にこのようなマスキングを貼って、この黄色い部分がゴールドが残る部分になります。でこの文字の中の部分にこれから別の色を入れて、縁取りのハーレーダビッドソンの文字を作っているところです。ずれないように慎重に貼っていきます。そして色を入れるのはこの黄色い縁取りの中文字の部分だけなので、それ以外の部分はマスキングで隠していきます。今カッターでフリーハンドで切ってますけど、常にこう切れ味がいい状態を保つためにこまめにカッターの刃を折って、新しい切れ味のいい状態で使うようにしているので、
この仕事を一つ終わるまでに、カッターの刃1本ぐらいは丸々使っちゃうと思います。はい、これでマスキングが完了したので色を塗っていきます。次は黒を塗ってますね。縁取りのマスキングを剥がしていってます。YouTube を見てくれている方から、このマスキングを剥がすシーンがなんかすごくこう見てて気持ちいいって言われたんですけど、そうですね、塗装工程の中でもこのマスキングを剥がすのは結構楽しいですね。はい、また画像が一気に飛んでしまいましたけど、これはもう最後の仕上げクリアを拭いて最終的な磨きをしているところです。で、この磨き作業なんですけど、一般的に黒とか紺みたいなこう濃い色っていうのが磨きが結構大変なんですよね。で、白とかシルバーとか、まあこういった色の場合は、まあ磨きが楽っていうのかな。まあ黒とか、そういう濃い色よりは楽っていうふうに言われてるんですけど、それは、映り込みの問題で、例えば同じだけ磨いたとしても、黒は傷が残ってるのに、こういった淡い色の場合は傷がこう見えないっていうことだと思うんですよね。傷が残るのは同じことなんで、傷がこう見えない分もう磨き終わったかのように思えてしまうっていうので、磨きが楽っていうふうに思われてるんだと思うんですけど、
傷が見えなくなった場合でも黒とかと同じような工程を進めていって完璧な仕上がりを目指してます。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。